どうも、河合浩二です。うちこの間洗濯機が水漏れを起こしまして、排水部分の部品が歪んでいて、盛大にドバーッと水が漏れてしまいました。うちは家族4人なんで、洗濯物が結構たまりやすいんで大変でした。あとね、コインランドリーに持ってくのも結構大変ですよね。時間もかかるしね。てかね、まあそんな話はどうでもいいんですけど、今回は髪型を変えたいと思います。7月にね、前回切ったんですけど、もう結構伸びてきちゃってね、セットしづらくなってきたんで、これから美容室に行って髪型を変えたいと思います。行ってきます。はい、今美容室の様子をご覧いただきましたが、さあどんな髪型に変わったのか、せーのでチェンジしたいと思います。せーの、はい。美容室から帰ってきました。どうでしょう、しっかりパーマかけてもらいました。前回はパーマをかけずにカットだけだったんですけど、その前5ヶ月前ぐらいにパーマをかけて、その次がカットだけで、で今回またパーマかけました。パーマ自体はもう5、6年はかけ続けてるというか、パーマの髪型ばっかりなんで、まあ自分としてはあんまり変化がないんですけど、はい、こんな感じにかけてもらいました。やっぱずっとかけてるんでしっくりきますね、パーマスタイルの方が。はい、頭頂部もこんな感じで、こんな感じ。見せてどうすんだって感じですけど。というわけで、パーマをかけて髪型を変えたっていうだけの動画でした。ご視聴ありがとうございました。